右耳が聞こえなくなったのは小学校4年生の時です。たまたま僕はものづくりとかすごい好きで回路も作ってたりしていたので、やっぱり自分の不便を抱えているんで、これを解決せずにこのまま他のことやってると後悔するなというふうな思いがあって、東京大学大学院工学系研究科川原研究室の高木健と申します。今は片耳が聞こえない人の聞こえを支援するようなメガネ型デバイス ZIAZ の研究やその開発を行っています。小さい時にレゴで何か物を作るのがすごい好きだったりとか、父に電子工作の本当に簡易的なキットを買ってもらって、それで遊んでみてすごい楽しかったとか、小さい時にしたちょっとしたものを作るっていう体験がすごい楽しくって、レベルが少しずつ昔からなんか上がってきて、大学に入るまで割とまあなんかそのノリでずっとものづくり続けたんですけども、大学に入って本格的に技術系のインターンに参加してみたりとか、もっと技術ができる先輩がいたりとか、まあ、そういう人たちにいろいろ聞いていく中で、まあ、さらにその自分のスキルとかを伸ばして、来たんじゃないかなと思います。 3D プリンターとかがある。そうですね、こっちです。これが1台目のやつで、今はあいにく部品は入ってないんですけど、はい、ノズルが2つあって、はい、同時に2つの素材を印刷することができる 3D プリンターです。はい、まあ、ZIAZ の部品の試作とかに主に使っていますね。ハンダ付けにしろ何でもそうなんですけど、はい、もう道具1つで出来上がるものとか、かかる時間全然違ってくるので、そうですか。このなんか棚自体は、まあ、川原研に結構出入りしている宮武さんっていう人が家に、はい、ここで作ってくれて、はい、でなんかいろんな工具をこんな感じに使いやすくしてくれて、結構便利ですね。あ、そうですか。これを真似てうちにも作りました。あ、これを真似られたんですか。はい、まあ、ハンダ付けはなんか一番大事なのは全部ちゃんと温めてあげるっていう、初心者に失敗するのはだいたい金属の部分をちゃんと温められなくて失敗します。はい、今やってるのはこの金属の配線の表面の、はい、コーティングを溶かしてます。でコーティングが取れたんで、はい、ちゃんとこう両方温めた上で腕くっつきました。あっという間についた。ハンダをつけたりする時間ってなんかどういう時間ですか、タッピーさん。終わった時の達成感はすごいあるんですけど、はいはい、やっぱりうまくいかないとイライラしますし、本当に細かい作業なんでもう、はい、すごい疲れますし、はい、なんかもうなんかやったぞっていう感じは、はい、終わった後はありますね。あ、そうですか。でも動かないとなんで動かないんだみたいな。ZIAZ はどういうものかっていうと、聞こえない側の方に来る音を、マイクで拾って、それを反対側の耳に骨伝導スピーカーっていうもので伝えます。普通の補聴器とかと違う特徴としては、メガネに入っているので、すごい自然につけることができるということだったり、あとは、もう本当にメガネをかけるだけで聞こえるようになるっていう、使いやすいっていう体験の方をすごい重視しています。今は片耳難聴者のためのデバイスになっていますけども、将来的には片耳だけじゃなくて両耳不自由な方だったりとか、例えば他のエンタメ様相的な機能を入れて、耳が不自由じゃない人にも使ってもらえるとか、そういうデバイスにして、いろんな人に使ってもらえるデバイスにしたいなと思っています。耳が聞こえない人だけが使っているデバイスってなると、それをつけてると耳が聞こえないって周りから分かられて、見て耳が聞こえないって分かってほしくないっていう場合もあるんで、みんながつけること、つけられるデバイスにすることによって、いろんな人がつけて、耳が不自由な人も、そうすると耳が不自由な人もすごいつけやすくなるデバイスになるかなと思っています。究極で言うともう無ですね。何もない。本当の理想ですけども、
何もしなくてもいいし、面倒も見なくてもいいし、だけどなんかよく聞こえるみたいな、それが僕の中で本当の理想かなとは思います。